はい、東局長。まあ、学校給食の、まあ、美味しい、安全でしかも温かい、給食についてっていうところで、質問をいただいております。まあ、給食安全で安全安心でしかもこう温かいそういった給食を子どもたちに届けるっていうことが、まあ、学校教育法の目的の中にもこう示しております。学校給食の普及充実そして食育の推進を図っていくという、まあ、そういった目標にも資するところであるというのを判断しております。そして、まあ、美味しく届けるということについては、施設の部分がもちろん関係してくると思います。それともう一つは私は、その学校まで子どもに届くまでの、まあ、時間そういったことが、まあ、大いに美味しさに関係してくるのではないかな、従いまして、まあ、できるだけ、温かい、炊きたてのご飯を子どもたちに届けることがこの学校給食の目標に目的に、まあ、近づいていくことにつながるというようにこう判断しております。はい、まあ、委員。まあ、それでちょっと実際子どもたちの、まあ、この反応っていうのは いかが声は上がってきてますでしょうかね。その辺いかがですか。はい、東教長。まあ、提供させていただいているご飯についての子どもたちの感想ですが、まあ、保護者を通じて、学校へ聞こえてくることもあります。あるいは、まあ、教職員から伝わってくる場合もありますし、まあ、その中で一番聞こえてきますのはやはり水分が、米に、落ちるといいますか水滴が、まあ、米に落ちてベタベタするそういったご飯については、何とかしてほしいもう少し水分を減らしてほしいっていう、まあ、そういうような声も届いております。逆に学校給食のご飯がこんなに美味しかったかっていうところが特に、まあ、小学校から中学校に、まあ入学したときに子どもたちから学校に保護者通じて届いてくるそういうような場合もございます。以上でございます。はい、まあ、委員。はい、まあ、そういう子どもたちの意見は実は私の娘も、からも聞いておりますので、まあ、まさにその通りだと思っています。まあ、これで、まあ、給食環境はあります。次にこの、まあ、公金接種事件の問題で、まあ、新たに8万円、まあ、出されて、まあ、平成28年度の、まあ、雑入として今回処理されているんですがその、まあ、また出てきたかという点では非常に残念なことでありますが、まあ、この不起訴処分に終わったという点でのこの検察からの説明というのはありましたんですか。その辺はいかがなんですか。はい、松野政権教育委員会事務局長。失礼します、私どもも実は検察の方へ確認はさせていただいたんですけれどもその件につきましては検察の方で答えるということで、回答はいただいておりません。今委員。はい、わかりました。それとあと第3番目なんですが、まあこのまあ予算措置というのはこの大綱を見ても大綱の中にまあ示されている予算措置ということでは、まあ、理解はするんですがやはり疑問に思うのはTPP 通ってないのになんでこれを先駆けた形で出てくるのかということでのやはり疑念が私の中にはやっぱあるんですよね。そういう点で特にこの、まあ、TPP いわゆる環太平洋連携協定というのは、まあ、2012年には、まあ、当時の安倍政権総選挙で、まあ、この TPP 反対って掲げながら安倍政権が復帰すると、まあ、聖域なき関税撤廃が前提でないということで国会決議にも反して、まあ、協定を、まあ、
作ろうとしてるんですが、まあ、国会も見ていても、一つはやはり国民への情報提供ってことでは、まあ、真っ黒塗りになっているということと、二つ目は国会決議が米、麦、牛肉、乳製品、砂糖の農産物 5項目の除外化再協議を対象するのに求めたのに、重要5項目の 28.6% の品目が関税撤廃を約束するということで、まあ、また発行して7年経つと、この関税がまた米国5カ国の要求でさらに協議すると、まあ、さらに食の安全、医療、雇用、保険、共済、政府調達など、まあ、経済資源との問題で大きな問題があるわけなんですけど、まあ、そういう点で、まあ、これは市長に見解を求めた方がいいと思うんですけど、まあ、そういう点が、まあ、先取りのような形で予算になってきているわけですけど、市長のまあご見解を求めたいと思います。竹山市長。まずですね、TPP につきましては、平成27年の10月5日にアメリカ・アトランタにおける閣僚会合において、参加12カ国の間で応接合意が図られました。で、農産品の関税交渉は2328品目のうち 81% の関税を撤廃することになっています。で、これはですね、オーストラリア、シンガポール、ブルネイが 100%、 その他の国々は全てが 90% 以上となっている中で、他の11カ国に比べて関税撤廃率は低くなっています。で、米や麦などの国内農家を保護するための関税を維持したい重要5項目を抱えているため、交渉の結果として、交渉の成果として、このように日本は農産物の関税を一定程度守り、相手国の関税については高い撤廃率を勝ち取る成果を上げることができたと国は説明しております。 TPP による影響は発効後10年以上先であると予想されています。新聞報道では、政府は農産品は関税を撤廃しなかった場合が、しなかった割合が 19% というのは群を抜いて高く、しっかり守ることができたと考えていると発表されました。しかしですね、逆の見方をすれば、8割の関税は撤廃となることから、10年後にはですね、安い輸入農産物との競争に農家はさらされることになります。まあ、先ほどのご質問の中で、農水水産担当理事が答弁させていただいておりますが、政府においてはですね、総合的な TPP 関連政策大綱が決定され、その大綱に沿った政策が順次予算化されているところでございます。特に TPP 前の平均収益と発行後以降の収益とのマイナスとなった場合の収入減少補填が TPP のメインの対策になるだろうと言われております。まあ、現にですね、議員もご指摘のとおりですね、今すでに3122億円が TPP 関連予算として今計上されていて、我が方もですね、我が市も4143万円の補正をお願いをしているというふうな状態でございます。まあ、そこでですね、議員のご質問は、まあの回答はここからになると思いますけれども、まずですね、私のその国政に対する基本的なスタンスについてお話をさせていただきたいと思います。昨年のですね、選挙戦の折にも報道各社からもいくつかのいわゆる市政への取り組み方針や国策に対する考え方等のですね、問い合わせがございましたが、私は国民の意見が大きく分かれるような、国民的議論がなされるような、いわゆる国政並びに国策として取り組まれている事柄に対する思いことについてはですね、全てノーコメントということで回答をしております。その心はですね、で、私個人としては、さまざまな、私としては一個人として思いは当然のごとくございますけれども、地方自治体の長となった場合にですね、さまざまに、
いわゆるその国政や国策に対して、ものを申すということはですね、いいときはいいんですけれども、例えばですね、政権が交代すれば違う形になる可能性も十分にあるというふうに思っております。で、私にとって一番大事なのはですね、松阪市民の皆様であり、その市民の皆様が住む松阪市という町でございます。それゆえにですね、こういった私のいわゆる、国政へのですね、発言というのがやもすると松阪市民の皆様に不利益になる可能性もあるというふうに私は考えております。そういったことにつきましては、TPP に限らずですね、今後もコメントは差し控えていただきたいというふうに考えております。以上でございます。はい、今井議員。質疑ですので、また一般質問の中で、この点の市長の考えとのやり取りはまた進めていきたいと思います。これであります。次に2番、西口真理議員。はい、西口議員。よろしくお願いいたします。私も北部学校給食センター発注支援業務に関する契約について、給食センター内における炊飯施設についてお伺いしたいと思います。先ほど山本議員とそれから今井議員も質問されて、かなり私お伺いしたいことと重複しているところがありましたので、重複する部分はできるだけもう省かせていただきたいと思いますが、まず山本議員も質問されました、センター内の炊飯とそれから外部委託する場合の経費の比較についてでありますが、ちょっとまだ納得できない部分がございます。給食センターは多額の税金を投入する事業です。市民にとっては少しでも安く建設運営できるのが望ましいのは言うこともありません。炊飯施設の有無について経費比較っていうのは大きな判断材料になると思います。もちろん先ほど、施設内炊飯と決めた根拠っていうのを伺いまして、そのメリットも伺いました。経費がすべてではありませんけれども、経費がいくらかかる、例えば施設内炊飯が少し、経費が高くなるとしても、それに対するメリットが大きいとなったら、その判断もあると思いますけれども、果たして外部、内部の炊飯のその経費比較について、しっかりと検証されてきたのかということをちょっと伺いたいと思います。先ほど竹上市長が明らかに自炊の方が安いのは自明であるとおっしゃいました。前回の本会議でも同じ表現でおっしゃっております。私自明っていうのをちょっと分からなかったので調べたんですけれども、証明したり特に詳しく説明したりするまでもなく明らかなことと出ておりました。私の不勉強なのかもしれませんが、自明であるとはちょっと思えないし、ちょっと分からない部分があります。先ほど山本隆議員も言及された、炊飯施設の有無等に関する費用検証の積載表がございましたね。あれは先ほど事務局長は業者に説明するための資産参考的な資料というふうにおっしゃいましたが、あれは教育委員会の公式なものと考えてよろしいのでしょうか。数字につきましてはいろいろ数字に問題があるとの指摘もあって、いろいろ変更もされておりますし、なかなかあれだけでは私は判断できませんで、一番最終的にこの前伺ったのは最初は15年間で4400万円内部炊飯の方が安くなるというご提示でした。で、次に人件費や資材の高騰などを踏まえて
ちょっと数字を変更されて3750万円安くなるということでした。でこの前伺ったときは面積に誤りがあったのでそれを訂正すると15年間で1769万円安くなるというお答えをいただいております。15年間で1769万円ということは1年あたりにすると100万円少しの違いです。ちょっと自明というには誤差の範囲ではないかと思うんですけれども、資料が私これだけしかないのでとても判断ができませんので、こういうセンター内炊飯と外部委託の経費比較について議会には提出していただけないのでしょうかということをお伺いしたいと思います。松永政教育委員会事務局長。西口議員の方から3点にわたる質問をいただいたというふうに考えております。まずコストについてしっかりと検証されてきたのかという面でございます。センターの炊飯につきましては子どもたちへの食育やそれから安全面においてです安全でおいしい、給食提供のためにですね教育委員会としては費用面よりも優先される面もあろうかと考えているところでございますが、その中でも、先ほどの午前中の答弁もございましたですけれども、コストの面につきましてはベルランチの際にも検証してきたという経緯がございます。その中でですね、提示をさせていただいた今までの資料ということでございますけれども、その資料がですね、公式化というご質問もございましたが、これに関しましては、決裁を取ったわけでもございませんので、公式化というと、非公式ということで、今回監査請求もいただいている形でありましたですが、それは資料をお渡しししたということの中で出たものでございまして、公式化というと、それは公式ではないということになろうかと思います。この後、その中身にいたしましてもですね、考え方というよりもいろんな形があろうかと思いますので、その今回出させていただいております資料につきましては、あくまでも15年間にかかる費用という形の中で整理をさせていただきましたし、またイニシャルコストにつきましてはですね、まだ確定もしておらない中での参考としてさせていただいたところでございます。それから今後ですね、その公式な資料といいますか、議会への提供ですね、についてという ご質問でございますけれども、これにつきましても、今後この中で協議はさせていただきたいと、今の段階では協議をさせていただきたいというふうに考えております。以上でございます。はい、西口議員。はい、再質問させていただきます。資料については、公式ではないということで、でも資料は、業者にも渡されていますし、新聞にも外にも公表されておりましたし、それによって説明をされていたと思うんです。そういうなんか公式ではない妥当性がちょっと定かでないような資料をもとに、内部委託の方が安くなるというふうな説明を内部委託じゃない内部炊飯の方が安くなるんだというふうな説明をされたことに問題はないのでしょうか。松永政教育委員会事務局長。議員ご指摘の部分はございますけれども、いずれにしましてもですね、この部分につきましては、いわゆるイニシャルコスト等につきまして、確定されておらないということで、当然、今の段階ではそれを見積もるということに、見込むということは大事でございますけれども、そういった意味の中で、今、何もできていない状態の中ではですね、規模等もわからない状況でもあったので、それがあくまでも説明の中の資料として提示をさせていただいたことであって、それが公式かと言われると公式ではないということしか言いようがございません。以上でございます。
はい、西口議員。じゃあその公式ではない資料をもとにその4400万円内部炊飯の方が安くなるとか、あるいは3750万円安くなるというふうな費用に経費に優位性があるというふうな理由付けで説明されたり、言われたということに問題はないのですかということをお聞きしたんですけれども。松野先生、教育委員会事務局長。この件に関しましては、あくまでも実績という意味でベルランチしかなかったということでご説明をさせていただきましたので、これが妥当であったかどうかということについては見解がいろいろあろうかと思います。ただ面積等についても正確な形の数字も出せなかったということもありますので、その点については反省する点はあろうかというふうに考えます。以上でございます。はい、西口議員。はい、新しい給食センターについてはどういう建物を建てるか具体化していない時点でそういう正確な、積載とかするのは難しいというお答えもいただいておりますけれども、費用内部炊飯と委託する場合の費用の対比っていうのはすごく大事な部分だと思います。例えば同じ給食センターで、PFI あるいは DBO のどちらにするかっていう場合でも経費の比較がしっかりされてました。で、それが決定の大きなポイントになったということがあると思います。今後例えばもう少し具体的な設計がどういう形、2階建てになってどういう形になるかっていうのを出た段階でそういうコストの比較をしていただくということはないのでしょうか。はい、松野教育委員会事務局長。議員からもご指摘のように、当然財政面は私どもも無視しとるわけではございません。そういう意味におきましては今現在方針としてはいわゆるセンター炊飯でいくということで方針を固めておりますけれども、ただ、費用の比較についてその、財政的な検証というのは、必要ということは認識しておりますので、そのことに関しては、独自の、方法になるとは思いますけれども、そういう比較についてはさせていただきたいというふうに考えております。以上でございます。西口議員。はい、いろいろね、人件費や資材が高騰しているのでなかなかそういう施設もスリム化した方が安くなるんではないか、かなりっていう意見も一部そういうのも聞いたことがございます。なのでやはり行政としては市民に納得いただけるようにやはりある程度精査したそういうものを提出してもらいたいなと思います。できるだけ検討していただくということで出していただく方向でよろしいでしょうか。松野先生、教育委員会事務局長。竹山秘書。はい、午前中もですね、説明をさせていただきました。この、先ほど私の人命類だというふうな、ことを議員も言われましたけれども、このですね、元をたどっていきますとなぜそういった話になるかということです。ベルランチを建てるときに、もちろんですね、コスト比較っていうのがもちろんなされてます。で、そのときに、実際に見積もりも取り、また、この施設内で自炊をした場合のコストも弾きですね。で、その資料を先ほど私も
あんまりいい加減なことを言うといけませんので、資料を持ってまいりました。で、その時に取った見積もり1年間で1社はですね、2000万トンで10万ぐらいですね。でもう1社が、1730万ぐらいというふうな、まあ、見積もりに、をその当時出されております。でそれに対して、施設内で、まあ、かじっておりますのが、いわゆるその運搬建設経費、それから、運搬経費、そして、そのトラックですね、運送のトラックの費用、それの、まあ車検であるとか燃料費であるとか、そういったもの、それから、こちらで用意する弁当箱とかですね、そういった、まあ、費用もみな足しまして、1100万余りというふうなことで、比較をしております。建設コストが当時と比べて相当上がったといえども、ほぼ倍、半分の話の中でそこまでですね変わらないと。でこういったいわゆるベルランチの大元の話があった上で、しかもと先ほども今井議員の方からご質問いただいた通りですね、学校給食っていうのは、いわゆる子どもたちにあったかくとおいしいものをちゃんと提供しようよというのは根本的な話でして、でそれでもやっぱりコストの話も大事ですねというふうなことがですね、あるわけです。で、平成25年ですね、学校給食施設整備のあり方というふうなことで、答申をいただいております。やっぱりその中でも、適正な時間内で配食可能な施設というふうなことがですね、まず基本的なところで、答申としていただいていると。この前提になるのはやはりベルランチの時の、経済比較が前提になってまして、自炊でした方がですね、明らかにコスト的にも問題がないと、コスト的にも安いということが前提としてこういった答申というのは出されています。物事の我々の行政はですね、やっぱり継続して積み上がってきたものが当然のことがございます。その上でですね、判断がされていると。今回の確かに北部給食センターはすでにもう明らかに自炊の方が安いだろうという判断のもとで、まあ、いわゆるその設計がですねされています。ですので実際にきちんとコスト比較をきちんとしたのかと、まあ、ご指摘もですね、前回の議会でもいただいたというふうに思ってます。でその時に、まあ、私から言えば右往左往しながらですね、いろんなこう資料を出して、あら数字が間違っとったとか、まあ、いろんなことがあって、ご迷惑かけたというふうにも思います。ただですね、例えば延べ床面積で3000平米以上の建物を建てると、それで十何億かかるという中で、100平米200平米その中でですね変わったところで、大きな要するに金額の差になるかというと、なかなかそういったことにもなっていかないというふうなことも事実です。ただそれをじゃあコスト面で建設費用でですね出せるかというと、なかなかそれもやっぱり難しいというふうなことかというふうに思います。ですので、なかきちんとしたですね、検証というふうな建設費用、ベルランチもそうなんですが、施設を建設した後のですね、検証、いわゆる炊飯としては、こういったぐらいの費用がかかってますというふうなことはですね、出していけるなとは思いますが、今の段階で正確なですね、経済比較が本日はできるかというと、なかなか、そこについてはですね、大まかなものはもちろんできるかと思いますが、正確な比較っていうのは、今の段階ではですね、出していないと
まあ、いうところでございます。まあ、大まかにお示しさせていただいたのが、先ほど、事務部長がですね、事務局長が申し上げたざっとした数字ということで、ご報告をさせていただいて、ところが、まあ、決裁等も取っていないんで、公式な文書ではないですよというふうなことを、まあ、申し上げたところでございます。ですので、この北部給食センターについてはですね、このいよいよですね、もう今回、私ですね、確か12月ですかね、議会の時に皆様方にも申し上げました。この北部給食センターというのは3条件ですと、まずですね、もうすでに相当の施設が老朽化しています。ですので、もう早い時期にですね、なんとか建設に持っていって、早く提供したいと、少なくともですね、もともと31年4月というふうなことを申し上げておりましたけれども、11月もの正直、まあ、11月12月の議会も見送り、3月の議会も見送りですね、この6月議会まで今来たと、この PFI で行くのか、DBO で行くのかというふうな話もございました。まあ、そういったことを経てですね、今なんとか31年9月には遅くともですね、稼働をさせていきたいと。そしてまた合併特例債が使える間にですね、この建設はやっぱり行わさせていただきたい。さらには今ここで働いている皆さん方がお見えになりますから、そういった皆さんがきちんと雇用が継続できるような、新しい運営に変わっても雇用が継続できるようなことと、この3つの条件が整うように教育委員会の方でですね、進めていってほしいというふうなことで答弁もさせていただいたというふうに覚えております。何とぞですね、今議会でもって造成の費用も計上させていただいております。なんとか今回通させていただいて、間に合うようなですね、そういった形にしていただければということで、議会の皆様にお願いをさせていただきます。西口議員。はい、今回その、給食センターの建設に全然反対するものでもございませんし、内部炊飯自体に反対するというものでもございません。ただやはり、そのが最初公的なものではないとおっしゃいましたけれども、外に出ているそういう経費の比較ですね、そういうものが議会に対しては全然全く出されていなかったという経過が今まであると思います。北部給食センター、それはまあ行政が悪いか議会が悪い、まあ、双方ちょっとどちらもだと思いますけど、給食センターに関しましては手法に関する論議がすごく時間が割かれまして、あとかさ上げの問題もありましたが、内部炊飯外部炊飯、そういう有効性とかメリットとかどちらにするかとか、そういう議論があまりなされてこなかったのではないかというふうな思いもありましたので、その確認もさせていただきたいと思いましたし、やはり経費っていうのは見積もり積載というのはすごく大事な問題だと思います。今後ともいろんな公共施設を建てていく上で A 工法と B 工法とかいろんなのをどちらがいいかって選択する上で、やはり経費っていうのは重要なポイントの一つであることは間違いないと思いますので、それをちょっとないがしろにして、なんか今後の悪しき例になってしまうようなことのないようにしていただきたいと思いまして、できる限り私たち議会にもそういう経費費用に関する資料をお示ししていただけたらありがたいなと思います。終わります。以上で通告による質疑は終わりました。他に質疑はありませんか。はい、これにて質疑を終わります。議案第80号は各常任委員会に付託をいたします。日程第2、議案第81号平成28年度松阪市経林事業特別会計補正予算第1号を議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。はい、
これにて質疑を終わります。議案第81号は文教経済委員会に付託をいたします。日程第3、議案第82号松阪市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。はい、これにて質疑を終わります。議案第82号は総務企画委員会に付託いたします。日程第4、議案第83号松阪市税条例等の一部改正についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。はい、これにて質疑を終わります。議案第83号は総務企画委員会に付託いたします。日程第5、議案第84号松阪市都市計画税条例の一部改正についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。はい、これにて質疑を終わります。議案第84号は総務企画委員会に付託いたします。日程第6、議案第85号工事受け契約の締結について、松阪市防災行政無線本庁三雲管内デジタル同歩系増設工事を議題とし、これより質疑を行います。それでは質疑の通告がありましたので、発言を許可いたします。22番今井和久議員。今井議員。はい、議案85号工事請負契約の締結、松阪市防災無線本庁三雲管内デジタル同歩系増設工事についてでございます。今回の入札でも日立国際電気チューブ支社1社で落札は 89% でありました。お手元に資料を出したのはこの間の、実は平成20年度からのこの一連の工事の入札の状況であります。で最初は、3社で落札が 67.1% でございました。これは入札価格に対しての落札率でありますけど、極めてこの時、低い落札があり、議会でも問題になりました。この事業を推進にあたって、当初、事業推進が遅れ、3月31日に専決を行うというとんでもないことも、この日立無線、日立の国体電気中部電気会社との間では起きました。そして見ていただいたように、この今後その後5回の落札が、日立国際電気中部1社であります。この契約において公正性、公平性、透明性、強制性、いわゆる入札の4原則が発揮されているのか、そしてこのような事態を招いている原因は何なのか、その辺まずお示しを願いたいと思います。鈴木、危機管理室長。それでは、今委員より議案第85号工事請負契約について、ご質問いただきました。ご答弁させていただきます。まず松阪市防災行政無線、整備につきまして、これにつきましては、市民への災害緊急情報の迅速かつ的確な伝達ということで、整備を進めておるものでございます。整備工事につきましては、平成20年どから本格着手しまして、現在まで順次進めておるところでございまして、今回は三雲管内全域と本庁管内の一部に増設を行うものでございます。入札に関しまして、これにつきましては、今もお話しいただきましたが、平成20年度に無線の親局をはじめ本庁管内の屋外拡声庫局の整備工事の入札を行いまして、この時は 3社参加の中、希望価格からの落札率が 67.1% という入札結果となっております。その後、今回を含めまして5回の増設工事のを条件付き一般競争入札を行っております。結果といたしまして、表の通り1社という入札結果となっております。ご質問にあります公正、公平、透明、競争性につきまして、
これにつきましては、機器等につきましては、総務省推奨規格をもとにいたしました、標準規格をもとにしております、設計積算におきましても、特定のメーカーを指定するものでもございません。また入札参加資格におきましても、資格総合点数や業者実績要件の今回緩和を行うことで、入札参加資格業者が増加することで、競争性も確保されていると考えておるところでございます。今回の入札結果見ましても、これまでの希望価格に対する、高いところで 98%、99% という落札率からですね、今回は 89% と、約 10% 近く落札率が下がっております。この結果を見ますと、参加業者の増加に伴います、競争率が発揮されたと判断するところでございます。しかしご指摘のように、結果としての一社の参加業者というところを捉えますと、改善すべき点もあると考えるところですが、標準規格での施工や一般的な設計積算、複数の入札参加資格業者が見込める状況であったことから、この一般競争入札は適正であったと判断しているものでございます。次に、このような事態を招いた原因といったことでの質問でございますが、先ほど申し上げましたように、この条件付き一般競争入札は基本的には適正であったと考えておるところでございます。しかし、議員と議員からこのようなご質問をいただいて、議論を交わさなければならない原因として考えますと、防災行政無線の基本となる機器やシステムをまず整備し、その後に順次拡大、増設を区域ごとに別発注していくというこの方式が、このご意見をいただいておるもとになっていることと、考えておるところでございます。以上、答弁とさせていただきます。今議員。昔のことまでは戻りたくはないんですが、ただ最初の時のかけ違いというよりは、最初の時にこれ契約管理ちゃんと入って契約審査会やられました？山地副市長覚えてみますか？山地副市長。当時のこと私は覚えておりませんけれども、契約審査会というのはやっておるというふうに思っております。今議員。いわゆる、要求水準書や仕様書を作るときに、そのいわゆる契約管理が入って、この大きこういうシステム自身が当然その日立が入札すれば、それに付随してずっと本局が決まればね、あと決まっていくのは当たり前なんですよ。だからこういう結果になってるんでしょ。いくら言い訳したって実際こうなってるんだから、こういうことを見越して入札をどうするかっていうのを考えるのが契約の方の仕事なんですよ。その辺がどうだったのかという話なんです。山地副市長。20年度のですね、当初の契約審査会の中身というのは、ちょっと私の方では把握をしておりませんけれども、先ほど今議員おっしゃいましたようにですね、やっぱりそういうふうな長期的な契約で、その中でもですね、道路みたいにですね、区切っても他の業者がやっても何も問題ない仕事もございますけれども、当初に親機を作るなりシステムを入れるなりというふうなことになりますと、参加はできるんですけれども、やはりその何て言うんですかね、そのインセンティブといいますか、最初にですね、入ったところはどうしても優位性があるというふうな契約にも近いんかなというふうに思いますので、そのようなものにつきましては、できるだけですね、全体計画を立てる中で、それの設計も
当初に行ってですね、長期的な全体での契約をするというのが一番まあ適切なんかなと思っております。ただし、まあ、この行政防災無線の場合はですね、まあ、当初の段階でそこまでの、松阪市全体の、防災無線をどうしていくかというところが、まあ、明確に、されてなかったと当時の状況がございますので、なかなか難しかったのかなというふうな気はいたしております。まあ、当初ね、実はこれ最初が3年割でしょ。年度ごとの割してなかったんですよね。だからその最初に揉めたんですよ。この年度にじゃあどこまで事業が割るんかってことで、それが完成がまあギチギチでやってて、たために専決処分でしなければならないというとんでもないことが起きたんですよね。だからもう発注自身がそういうような、まあはっきり言ってでたらめと言ったら悪いんですけど、不完全なものであったってことは、まあそれ自身から見てもね、分かるように、全体を本当に考えて、今後のことも考えてね、やっぱしていくべきだと思います。でこれまだ実はもう一回しなければならないと思うんですけど、その辺はどう考えます？山地副市長。まあ、またですね、今後言いなりたかというふうな話になってこようかと思うんですけれども、まあ、現実としまして、まあ、こういう形で今まで進んできておる、その中で、まあ、一社入札で来ておるわけですけれども、まあ、今回ですね、まあ、先ほどお配りいただいた資料を見ていただいても89という落札率になっております。で前年度が 90.4 という形になっております。実はその平成27年度の時にその自社製造という要件を撤廃をしております。ですからそのメーカーだけじゃなしに、そのメーカーから機器を購入をして設置をする業者であっても可能ですよというふうなことを前年度にしておりまして、まあ、その結果が 90.4 と。でまあ、今回あと、資格点数の方をですね、1000点から900点に下げております。できるだけですね、その業者が入ってきやすいような形を前年度今年度という格好で、取っております。まあ、結果的には一社でしたんですけども、ただまあそういうふうな、他の業者が入ってくる可能性もあるという中で、落札価格が低下をしてきたんではないかなというふうに思っております。でちょっと99.5 とかですね、そういうふうな数字につきましてちょっと誤解があるといけませんので、ちょっと一言申し添えさせていただきたいんですけども、希望価格方式というのを取っております。で設計価格がありまして、それの 90% を、希望価格ということで、それ以下でですね入札をしてくださいということでございまして、もともと 90% でそれに対して 99.5 とかいうふうな数字が出ておりますので、まあ、今回のですね89というのはもうほとんど 80% ぐらい、設計価格に対しましては 80% ぐらいの額だというふうに、まあ、お考えをいただいてもよろしいかと思います。でその場合に、まあ、もう1回あるんですけれども、これは、まあ、今回は結果的にその程度で落ちたわけですが、次回はどうかと、これ分かりません。で、そういう中でやり方としては今回と同じような形で一般競争入札、他の業者の参加があるかどうか分かりませんけれども、なるべく枠を広げながらですね、やるんか、あるいは随意契約をやるのかというふうなことの、まあ、どちらかになるんかなと思っておりますけれども、まあ、どちらの方がですね、まあ、説明責任も果たせて価格的にも有利になるかというのは、まあ、これからその今後の計画の中身も分かりませんので、その計画の中身を見ながらですね、検討させていただきたいなと思っております。